ない？かわいいぞ、なんか。よし、入りますよ。おっ、おぉ、ボンジュー。ボンジュー。わー、なんかちっちゃいけどすごくかわいいお店よ。ね、かわいいね。なんかこのお皿とかもすごいかわいいんだけど。かわいい。これもかわいくない？うん、かわいい。なんかちょっと日本っぽい感じもある。ほんとね、かわいい。使いやすそうなお皿です。そうね、確かにすごい使いやすそう。うん、あ、ピーマンデスペレットじゃなくてなんだっけ、ほら、まあ、あ、それピーマンデスペレット。ピーマンデスペレットだよね、うん、でこれもかわいくない、なんかほら、なんかいろんなお花を刺して、花瓶かな。へー、かわいい。かわいいね。うん、これを見て、なんかビアリッツって書いてあるよ。ほんとだ、サンジャンドリュッツかな、隣は。確かに、かわいいね。綺麗だね。アーティストの作品かしら、ね、いや、絶対そうでしょ、これ。まあ、そうだよね。あ、ここになんかザ・マップって書いてあるもん、ほら。ほんとだ。このシャーロットさんのなんかものなんじゃない？確かに。へぇー。そうかも。これアジアだよ。見て、ほら、牛すじ。へぇー、牛もつ煮込みって書いてある。これでも立体的になってんじゃない？そうじゃない、だってほら横から見ても、ほら、ほら、すごいね。うん、後ろからも見える。あー、なるほどね。へぇー、綺麗。なんか置き方もすごく素敵。うん、あ、なんかプーさんこのバッグも良かったんじゃない？え、あれでも、うん、これも素敵じゃない？素敵。なんかエコバッグ的な感じで言うとすごくおしゃれね。また俺さらにカバン買っちゃうの？わからない、もういっぱい買う。こういうちっちゃい入れ物とかも一つずつかわいいよ。ほんとだ、なんかこの辺のちっちゃいかわいいものがすごいかわいいんだけど。確かに、そうね。うん、こういうものもいいけど、なんかちっちゃいものがいいよね。このさ、ポルトボナフとか素敵だね、こう一個、みんなかわいくない？何この金？何これ？何なのこれ？ポルトブナフって書いてあるから、これをメイクウィッシュするため、うん、なんか お願い事をするために持ち歩くって書いてあるよ。へ、うん、割れたら叶う的な？それは違うんじゃない？あ、なんか面白い、見て見て、これ毛糸で作ってある素子孫。え、ほら、食べられるの？食べられるわけないでしょ。面白い、かわいい。本当だね。ソシソントリコテニットソシソン。食べちゃいそう。すごい可愛くないこれ。確かに。この犬？猫？え、犬じゃないこれ。多分。そうだよね。犬？フレンチブルドッグでしょこれ。あ、スーさんこんなバッグもあるよ。本当だ。見て、これがくっついてんの。くっついてんだ。うん、面白い。斬新。なんだろうこれ。これも可愛いんだけど、これベルトだ。ベルト？ベルト？ベルトじゃない？ほら。可愛いね。面白いね。うん、やだ、なんかいろいろ面白いものがある、うん。この赤ちゃんの頃これとかすごい可愛いんだけど。うん、これなんか赤ちゃんがビアリッツって書いてある。赤ちゃんがサーフィンするみたいじゃない？本当だ。可愛い。テーブルの上にもいろいろありますよ。で、このさ、キャンドルホルダーがめっちゃ可愛くない？ほら、ここほらプツプツってなってハートになってるの。お、だから中でライトつけるとこう。ああ、なるほどね。うん、こう可愛いね。うん、え、うん、そうね。なんかさ、キャンドルホルダーってちょうどいいのなかなかないんだよね、こういうやつ。ああ、確かに、うちそんなにキャンドルホルダーってなかったかもね。ないのよ、実は。これとかも綺麗。見てほら、すごくこれ。なんかいろいろなものが必要になってくるんですね。何それ。おー、どうしようか、ズーさん。これは困りますね。またですか？うん。あとね、私このバッグも可愛いと思ったんだ。なんか今回バッグ？ほら、可愛くない？うん、可愛い。あ、可愛い。うん。え、それ可愛いでしょ、うん、あんまり入んないけどね。でも夏に可愛い。夏とかね、そう夏にいいよね。それなんかワンピースにするとかよくない？そうなの。あそこにもね、あって可愛いなと思って見てたんだ、うん、そう、俺もそれはさっき言ったけど、スルーされたからよくない。え、嘘、そんなこと言った？うん、ここにあるやつ、これだよ。そうだよ。
スルーされたから、あれって、あ、本当？これとあれとはまた別のデザインになってるよ。うん、かわいい。おいくらかわいい。これ68ユーロ。これでもね、ここがちゃんとほら、夫婦になってるから、ちゃんと普通に街歩きに使える。ほら、かわいい。でもあれもかわいい。かわいい。ちょっともう一回見比べてみて。はい。あ、でも俺そっちの方がファッション的には可愛いと思う。こっちでしょ？そっちの、私もこっちの方が可愛いと思う。なんかそれとなんかシンプルな素敵なワンピースとか、ワンピースとか、ワンピースで、ここ可愛い、すごく。すごく、うん。それいくら？こっち58ユーロ。こっちの方が安いの。うん、中があるんじゃないの？中は何も。中もなってるよ、ちゃんと。あ、そうなんだ。うん。ほら。ちゃんとこのさ、木のこんななってるってちゃんとしてるのね。かわいいこれ、うん、え、バッグを2つも買って帰るとかそういう感じかな。そうだね。あ、でもそれかわいいでしょ。うん、これはすごくいいわよ。このランプとかもさ、すごい綺麗な、ほら見て。ランプは別に持って帰れるけど、多分ランプね、なんかうちの方向性とはちょっと違うし、まあそうね、つけるとこがないんだけど、このさ、布の感じとかすごい綺麗じゃない。うん、そうね、うん、そうなんだね、面白い、うん、なかなかランプって難しいよね。でも可愛いなと思って。うん、かわいい、かわいい。あとこのさ、こういうのも可愛いんだけど、また同じようなもの見ちゃうんだけど、可愛いね。やばい。欲しいものって止まらないね。そうなんだな。どう、ワツーさん的には何が気になった？カバン？あ、これね。うん。それは買いだと思う。またこれを買っちゃうけ。それおしゃれ。こう素敵よね。うん。ありそうでない感じ。そう？ありそうだよ。うん、ありそうだけどない感じ。あ、そう。このバッグもさ、意外に可愛いんだけど、ほら、見て。いろいろあるね、いろんなものがね。こういう時にポーチとかを買ったことがないけど、こういうのも可愛いな。こういうさ、ちっちゃいポーチって意外にさ、うん、あると便利なんだよね。うん、機材入れたりする。違う、機材は入れない。コードとか、ね、いらない。なんで？違いますけど。このベルト可愛くの？うん、可愛い。そうね、可愛いね。うん、可愛い。可愛いね。こうやってこんな感じで。うん、可愛い。なんか色アクセントにすごいね。ね、うん。ね、つーさん、これさ、うん、あの石鹸、ほら、石鹸を入れられるっていう、ほら、わかる？ここの中に石鹸を入れとけば、うん、こうやって置いといても、ここから石鹸が滑り落ちないから、水も切れて、へで、かつさ、ほら、こうやってかけておけるのよ。いいわね、それ。二つ買おう。そうだよ、色違い。この、体洗う用とシャンプー用。はい。どの色がいいかな。このこれもあるよ。でもクリアよりこの方が可愛いかな。これとこれか、これとこれか。これとこれかな。これとこれ、これとこれ、これとこれ。どっち？こっち、これがいいんでしょ。もう部屋が自分のあなたの意思を感じたからいいよ。やだ、じゃあこっちにするじゃん。プーさんが言ったからこれ。かわいい、かわいい。かわいいね。いいじゃないか、すごい便利じゃん。私こういうものをね、石鹸をこうやってるものをね、開発したらね、いいんじゃないかなと思ったの。でも先もう開発されてた。先越されてた。うん、やっぱりみんな考えてること同じだった。メッシーボクー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 。メッシーやんばよいしょ、はい、はい、買いました。買いましたね。わーい、あ、ここだよ、ほらアロステージって書いてある。ほんとだ。てか145年って書いてあるよ、見て。1875年から。すごいね。わあ、すごい。なんか日本駐車禁止って書いてあるけど。すごいね。すごい、なんで日本なの。日本のなんかやってんじゃない。すごいね。入ろう。おー、マスクのものがいっぱいある。
ほら見て、これさ、私すごい好きなやつだ。これさ、うん、あのなんだっけ、あの羊のチーズブレビーが入ってるクッキーが美味しいんだけど、なんかいろんな味があるよ、ほら。でそれもここのなんだ、ここのオリジナル。すごい、オリジナル商品だって。メロン、メゾンアロステージって書いてあるじゃん。本当だ、すごいね、うん、すごい。マグナムボトルも売ってる。あ、本当だ。ここの上にあるのがさ、自信がない感じがあるよね。自信があると怒ってきて、頭の上に怒ってくる可能性大じゃんね。美味しそう。本当だ。美味しそう。これすごくない？この脂身だらけの。このもうすごいね。美味しそう。バントレッシュ。なんだろうね。あとほら、これさ、これだよ、ブレビチーズ。あの羊のチーズ。これがバスクのチーズ。ああ、いろんな缶詰とか瓶詰もいっぱいある。ほら、フォアグラとか。本当だ。フォアグラってこっちの南仏のものだもんね。あ、そっか。うん。ほら、これもフォアグラ。本当だ。フォアグラもいいかもね。うん。お土産。あ、日本に持って帰るのにもいいんじゃない？そうね。あ、あとさ、この塩がすごい私好き。このさ、バスクのお塩美味しくて好き。ほら、これうちの入れ物でしょ。あ、本当だ。確かにここで買ったんだ。ここじゃないけど、バスクのお塩はこれなのよ。あ、なるほどね。うん、そう。あれの出所がよく知らなかったから。なるほど、ここだったそうです。こっちが手とね、カフェでしたよ。あれ、これ懐かしくない？これほら、昔さ、なんかあのお店にいっぱい貼ってあったじゃん、こういうの。だってほら、1995年とかあるよ。なんかお店、おすすめのこのガイドブックのおすすめのお店につけるやつ。 あ、じゃあもうずっと飛び続けてるってことなの？そうでしょ。だって1994年もあるもん。だって素敵だもんね、いろんなものあってね。うん、見てこれ、見て、ツーさん、抹茶玄米茶メゾンアート、ね、何でもあるじゃん。すごい、すごいね。なんでこんな日本のものがいろいろあるんだろう。面白いね。本当だね。あ、これトゥスさんの、うん、あのお菓子だって。へえ。これ外側だから見えないけど。本当だ。お茶もほら、なんか素敵じゃない。本当だ。これはほら、クリスマスのインフュージョンとか書いてある。クリスマス、だってもうすぐクリスマスでしょ。そうだけど、クリスマスのインフュージョンって何なんだろう。なんかさ、ちょっとスパイスっぽいんじゃない。これはほら、あのシトロネだから、うん、ちょっとこう柑橘とか、あとあリンゴのかけらとか、あとアニスの粒とか入ってる。あとシナモン、やっぱり、やっぱし、なんかスパイスっぽいってね。へえ、美味しそうね。先生、ここにも毎日講が。なんでこんなに。ここに来てそれに出会うっていうね。あ、見てほら、かゆらぎ。本当だ。おきがり。本当だ。何おきがり。わかんない。本当だって言ってたら何だろう、このさ。ね、これさ、うん、朝食べたパンじゃない？え、美味しかったパン。あ、そうかも。やっぱみんなここで買ってんだね。そうなの。全部ここで調達してんの。あ、これすごい、あの有名なチョコレート。これなんか昔の1884年からあるチョコレート、なんかちょっと違うの、普通のチョコレートとは。いっぱい種類がある。どうしよう。でもまあ、やっぱりなんかバスクのものを買って帰りたいね。そうね。でもやっぱりなんかお茶が有名なの。あ、でもメゾン、あ、ここのやつ、ここのお茶じゃない、うん、これ。でもマルコポールノワールって書いてあるよ。でもメゾン、あ、違う、これはマリアージュ。この MF はマリアージュフリールだ。あ、そうなんだ。マリアージュフリールもあるの、ね。うん、そうだけど、そうじゃないのもある。うーん、美味しそう。うん、確かに。あ、ほら見て、メランジェメゾンノンヒュメとかあるから、うん、ここはこれアロステジーさんのとこなんじゃない？うん、まあここのシグネチャーは面白いかもね。うん、うん、これパティバスクとかもある。
やっぱでもさ、この辺なんか気にならない。俺はなんかソシソンとか、うん、フォアグラとか、うん、あとこの辺のものがやっぱりなんかバスケっぽいなと思って気になっちゃうかな。うん、これパテ・ド・カンパーニュとかもあるもの、美味しそうだもの。はい、ボンジュール、クリシハ。Bonjour, bonjour, 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 bonjour.Et donc vous voyez, c'est resté les mêmes meubles. Ah oui. Avant c'était la pharmacie. Ah c'était la pharmacie. Au tout début, ouais. Oui. Ouais, vous avez fait du polystyrène au plafond. Waouh, waouh, c'est voyez, génial. Vous voyez la plaque ici, grande, ah, oui. Grande pharmacie. Ah pharmacie, oui, c'est vrai. Ouais. Wow, et donc, c'est intéressant. Et donc voilà, on a mon arrière grand-oncle qui a repris ici. Waouh. Et on fait, oui. Ouais, on fait beaucoup de produits basques. Oui. Produits basques, surtout des produits basques, c'est ça? Ah, bah, mélanger beaucoup. Deux. On fait beaucoup de produits basques, mais on oui. Fait aussi des produits d'importation. On importe du Japon. Oui, j'ai vu le Bitfinger. Oui, voilà. Pourquoi vous avez des... Ouais, parce que on vend à Tokyo. Oui. On vend à Izetan, à Mitsukoshi. Oui. Nos produits. Oui. On achète aussi du Japon, du Budo Sencho, oui. Directement là-bas pour faire nos mélanges d'épices. Voilà, et on a toute une gamme de jolis produits japonais. Ouais, c'est très intéressant de voir des produits qu'on présente, japonais. Voilà. Les produits japonais, ils sont populaires ici. Oui, 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 tout à fait. Ah, oh, mais c'est bien de savoir oui, ça. On est content. Donc on fait ça, ouais. Et puis aussi on importe des produits qui viennent d'Inde, oui. Qui viennent de Polynésie, d'Italie, etc. Bon, d'accord. On a beaucoup de choses comme ça. Ok. Et quel est le produit basque très populaire ou le... C'est ça. Ah, c'est ça? Ça, c'est la force basque. C'est quoi ça? C'est la force basque, c'est un mélange de sel de Guérande, de piment d'Espelette et, okay. Et de bérose. Ça, c'est un mélange qu'on fait depuis très longtemps et qui plaît beaucoup. On en exporte ça aussi au Japon, ça. Ah oui? Oui, tout à fait. Comment on peut utiliser ça? Alors ça, vous l'utilisez en fin de cuisson. Oui, ok. Vous voyez, ou dans des salades, ou, voilà, ou, sur, salade, des, ou okay. Sur des poissons, voilà. D'accord. Ça, c'est très aromatique, mais c'est pas très très fort. D'accord. Parce que, okay. parce que le piment d'Espelette, oui. Voilà, l'emblématique, oui. ça remplace le poivre dans la cuisine basque, vous voyez. Oui, oui. C'est pas trop trop fort. Ça aussi, c'est disponible à Izetan, à Tokyo. Oui, d'accord, ok. Ça, c'est très intéressant comme ouais. Produit. Et après, on a ce qu'on exporte aussi au Japon, oui. C'est ça. Ah, Le gindia, ça c'est des petits piments verts oui. Au vinaigre qui oui. Sont uniquement faits au Pays Basque espagnol, ah bon au Pays Basque sud. Et c'est un piment qui est assez doux. Oui, ah, ok, et, donc c'est pas trop assez, piquant. C'est pas trop okay. Piquant. Okay. On peut continuer à manger après, vous voyez, à un repas. C'est un peu le cornichon du Pays Basque. Ah, ok, allez, cornichon, d'accord. Voilà, ça c'est très agréable. Bon, okay. ça c'est des classiques, comme ça. Oui. Voyez, et puis voilà, et puis tous les produits qu'on fait à la maison Ostegui, vous voyez, ça c'est les photos de famille. Ok. Tout ça c'est les photos. Vous êtes ici ou... Ah non, ça c'est mon grand-père. Ah d'accord, ah, c'est bon. Oui, oui, oui. Oui, tout ça, c'est les photos de famille. Comme on est très ancien, oui. on a voulu faire un hommage à la famille oui, précédente. Vous voyez. Oui. C'est quoi Aksoa? Aksoa, ça c'est le plat typique oui. Du paysan basque. Ok. C'est de l'épaule de veau oui. Qui est revenu avec du piment d'Espelette, bien sûr, on en met partout et des, oui. Et des condiments. Mm-hmm. Et ça, on peut le manger tout simplement avec du riz, par exemple. Ah, ok. C'est très agréable. Et on peut conserver très longtemps. Oui, ça ne bouge pas sinon. C'est de la conserve, ça ne pose pas de soucis. Et... J'ai une question. Oui, monsieur. C'est lequel le meilleur du saucisson et. Le meilleur, c'est celui-ci. Ça, c'est un saucisson de porc quintoa. Porc quintoa. Ah, quintoa, c'est ça? Ouais, ouais. Le quintoa, c'est une toute petite région. Mmh. Au-dessus de Saint-Étienne-de-Baïgorry, oui. qui est entre la France et l'Espagne. Okay. C'est un petit peu comme une enclave oui. qui appartient à la France, mais qui est gérée par l'Espagne. D'accord. Voilà, et ça c'est très bon, c'est ça. Donc c'est Quintoa, c'est le nom de ville. Non, c'est un nom de région, mais c'est tout petit. Région, petit. C'est okay. tout petit. Mmh.
C'est très ancien. Et c'est un cochon noir qui fait un petit peu comme le patanegra espagnol. C'est une race de jambon, de cochon qui n'existait pratiquement plus et qui a été remise en élevage par les gens de là-bas, par les gens locaux. Vous voyez, là aussi, c'est tout notre côté sucré, je dirais. Oui. Vous voyez, là, c'est encore de l'ancien japonais. Oui, j'ai vu ça, de tous les produits japonais. Voilà. Après on fait nos mélanges de thé aussi, beaucoup. Mon grand-père travaillait chez Fortnum & Mason à Londres, dans les années 30. Il était allé apprendre le métier là-bas. Et il a appris à assembler les thés, comme on assemble les épices, hein, finalement. Okay. Et on a à peu près 130 thés. Quoi. 130 thés, wow. 130 thés comme ça, en vrai. Et puis après, on fait beaucoup d'infusions également, parce que ça plaît beaucoup. Ok, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller d'essayer, surtout pour les Japonais? ça, c'est le mélange de la maison. Ok. Ça, c'est mon grand-père qui a ramené ce mélange chez Fortnum & Mason, parce qu'à l'époque, il y avait des familles qui avaient un mélange qui était préétabli. Oui. Donc les gens, Madame Smith, venaient chercher son mélange qui était fait. Mmh. Et il en a ramené. Ah, ça sent très bon. Voilà. Et c'est non fumé, donc il dit. Ça, c'est non fumé. Parce qu'il a exactement. Il y a aussi le mélange fumé avec un petit peu de tari et souchon. Ah oui, c'est très fumé. Ok. Ouais. Vous voyez, on a des choses comme ça. Oui. Également, après, on a beaucoup de thé vert. Alors, avec beaucoup de sencha japonais. Ah oui. Vous avez des produits japonais. Ah oui, on en a. Oui, ouais, par exemple, ceci, ça, c'est un mélange qu'on fait avec des agrumes. Vous voyez. Ça sent très bon. Oh. Voilà, ça, c'est des agrumes. Oui. Voilà, après, vous voyez, on a des thés mais simples. Ça, on importe du Japon, bien entendu. Hein. Ça vient directement de Kyoto. Kyoto, oh. Ça sent bon, monsieur. Hein? Même à travers le masque, ça sent toujours bon. Ok, donc on va chercher les choses. Pour... Oui, je vous laisse regarder. Si vous voulez goûter, vous me dites. Hein? Merci. Okay. Merci beaucoup. Merci. Sayonara. どうしようかな、これはじゃあ買うでしょ、まあやっぱピーマンディスプレッドもやっぱ買うわよね、ここのものだからね。じゃあこのソーセージも買おうよ、美味しそうだもんね。キンタ、これキンタでしょ、これがキンタだと思う。じゃあこれと、あとお土産も買わなきゃいけないから、お土産用にもソースも買わなきゃいけないでしょ。そう、でも私チョリソも買いたい、これチョリソ、でしょ、だから金とチョリソ、このブレビのさ、半分のもある。これあのほらさくらんぼのジャムと一緒に食べるやつ。ああ、なるほどね。あのチーズ、これでどんぐらいも、でも真空だから結構持つと思うんだよな、これ買いたい、これも買おう。すごいいっぱい買ってる。そうね。うん。Je pourrais prendre un peu de thé aussi? Oui, j'arrive. Je termine une commande pour monsieur. Oui, oui, oui. 100 grammes? Oui. そういえば、さくらんぼのジャム買わなきゃいけないんじゃない？このさくらんぼのジャムと一緒にチーズを食べることが大事だから、これも買おう。すごい重いんだけど、スーさん持って帰れる？アップ。あら。Vas-y. Allez, ça, je vais vous emballer. Ok. Bon, merci beaucoup. C'est très gentil. À très bientôt. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, monsieur. C'est bon. Waouh, いっぱい。いっぱい買ったね。すごいわ。Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, merci beaucoup, au revoir.